はい、帽子を。こんなのを見つけてしまいました。皆さん驚かないでください。モンシールは駄菓子屋さんでこんなのをね発見してしまったんです。皆さんの想像にお任せします。モンシールがパッと思っただけなのでね、モンシールの感覚がおかしいのかもしれない。ただもしかしたら皆さんもそう思うのかもしれない。はい、こちらですね。はい、こちらの丸々コーンチーズ味っていうかね、はい、こちら、この絵ってなんか見覚えがあるようでないようなけど何かを連想させませんか。皆さん同じことを考えた人はボンシュールと同じ感性を持っております、残念ながら。はい、いや何か改めて見ると違うんですよ。違うんだけどもなんか見た瞬間に思うでしょ。こちらよ、こちら、はい、これね、で雰囲気は違うけど、雰囲気違うかな、なんか絵のタッチが似てるよね。はい、こちらカールおじさんです。こちら完全に女の人ですけども、これカールおばさんなのかな、いやカールって言ってないけどもカールおばさんじゃないかなこれ。はい、まあこちらね、株式会社夢屋さんっていうところが出しているんです。ただネットで調べてもねあんま出てこないんですよ。これ丸々コーンチーズで調べても出てこないんです。すごい商品を発見したなと思って、まあ、こういうのってまあ、さパクってるとか言っちゃダメですよ。パクってんじゃない、これリスペクト、これリスペクトなんですよ。このカールを心底愛した結果真似るパクるではなく出来上がった商品がこれだったんですよ。出来上がったのを見たらたまたまなんか何かが似てるんじゃないってなっただけで、これはリスペクトです。もしかしたらこれは夫婦なのかもしれない。ただ問題は味ですよ、味ね。そうこちらいつも皆さんが知っている、これどこだった、明治が出してるカール、そして弓矢さんが出しているこちらの丸々コーンチーズを食べ比べてみたいと思います。あ、すごい、やっぱりチーズの香りがねもわっとくる。これやっぱりカールならではですね。こちらカール入れました。そしてこちら丸々コーンチーズの、なるほど、うん、チーズ感はするんですけどやっぱカールの方がチーズの匂いは濃い。おお、なるほどなるほど。さあ皆様このような感じになってます。色合いはちょっとカールの方が黄色が濃いね、オレンジっぽい。でこっちの方があっさりしてる感じ、あんま濃い色じゃない。形状としてはこんな感じ、ちょっとカールの方が一回りちっちゃい、で丸々コーンさんの方が大きい。さあではですね食べ比べたいと思います。懐かしいわ、落ち着く。では今度は丸々コーンチーズを食べてみます。うん、なるほど、はい、全体的な印象としましてこちらの丸々コーンチーズの方がまあ形は大きいんですけどふわっとサクッという感じですね。ただチーズ感というのはこのカールのコーンのじゃあいつものカールの方がチーズ感はすごい濃いです。でこちらの方はチーズって言ってますけどもそこまでチーズが濃いわけじゃないので、まあ、ちょっとチーズ風味が食べたいなっていう人はこちらの商品がいいのかもしれません。ただがっつりと俺はチーズが好きなんだっていう人はカールのチーズの方が俺はチーズを食べてるぜっていう感覚が味わえるのでこちらの方がおすすめかもしれません。なのでちょっとこう味の中ではこう食べ比べてみると違いは割と結構あります。はい、なのでこう完全にパクってる商品ではやっぱりございません。こちらの夢屋さんが作ってるのは自分たちの信念を持ちながらこれが私たちの商品だってことでちゃんと作っている商品だと思いました。ね、中身は形はちょっと似ている、ただ味は少し違ったりするということでこの夢屋さんはプライドを持ってお菓子を作っているわけです。ということで皆様ね、このカールのチーズの濃さよりもちょっと薄いチーズのカールを食べたいなと思った人はこちらの夢屋さんの丸々コーンチーズがおすすめです。
ぜひ皆さん買ってみてね。どこで売ってるかはちょっとわからないけどさあ皆様、本日の動画はいかがだったでしょうか。グッドボンシュール、バッドボンシュール。こちらの丸々コーンチーズの詳細な情報を求む。